恐竜たちの船は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第7シリーズ第2話。2012年9月8日に BBC1 とアメリカ合衆国の BBC アメリカで初放送された。脚本は後に番組制作総指揮を取ることになるクリス・チブナル。監督は、サウル・メッツ・スタインが担当した。本作では、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターと彼の コンパニオンのエイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズ、ローリーの父・ブライアン、ネフェル・ティティ王妃、大物ハンターのジョン・リデルが登場する。彼らは恐竜を収容している巨大な宇宙船に到着し、それがサイルリアンの箱舟であることを発見する。サイルリアンは価値あるものとして恐竜に目をつけた闇商人ソロモンにより虐殺されていた。恐竜たちの船は、 ドクター風に恐竜を登場させるという特殊、効果チームの提案に基づき、楽しいエピソードとして考案された。ストーリーラインと登場人物は、チブナルド、筆頭客本家兼、エグゼクティブプロデューサーのスティーブンもファットの間で、生み出され、予算の都合上恐竜を物語の中心にできなかったため、プロットの幅を広げる必要があった。恐竜の撮影には小道具と CGI の両方が、 用いられた。恐竜たちの船は、第3話、情け無用の街とともに第7シリーズの第1、制作ブロックに位置づけられ、制作は2012年の前半に、スタジオとベール・オブ・グラム・ーガンのサザンダウン・ビーチで開始された。イギリスでの視聴者数は757万人で、非評価からは一般に肯定的に評価された。番組制作総式スティーブン・モファットは、 宇宙船に恐竜を乗せることが成功の秘訣だと述べた。ドクター風で恐竜を登場させるというアイディアは、特殊効果チームザミルとミレニアム FX が提案したものであった。ダーレク収容所は暗いオープニングエピソードであったため、恐竜たちの船はより楽しいエピソードにすることが目標とされた。モファットは、脚本家クリス・チブナルに対し、地球に向かっていて、地球では、 警報が鳴っているという状況を提案した。チブナルは以前にドクター風でタイムリミット42やハングリーアース冷血を執筆していたほかドクター風のスピンオフシリーズ秘密情報部トーチウッドの脚本も担当していた。またドクターも以前にインベージョン・オブ・ザ・ダイナソーズで恐竜と遭遇している。宇宙船がサイルリアンのものにすることはモファットが提案し、 サイルリアンの再登場をハングリーアース冷血で描いていたチブナルは真にサイルリアンにまつわる物語ではないにせよ彼らの多くの部分を明かすことができると感じた。チブナルは時空を超えた冬代わりなキャラクターを登場させることを提案した。彼はドクター風が世界中の他のどの番組にもできない。 登場人物の組み合わせができると感じ、本質的に共通点のないキャラクターの集団が互いに跳ね返り合う様を描けると考えた。ネフェルティティが自身の時代に帰らないという決断は、彼女の死因が明らかになっていないという歴史的記録に合わせたものである。エイミーとローリーが3話後のマンハッタン占領で退場することから、チブナルはローリーの父を本作に登場させ、 ローリーの家族の生活を掘り下げようと申した。ローリーの父ブライアンを演じたマーク・ウィリアムズは、以前5代目ドクターのオーディオザ・イターナル・サマーに出演していた。エドワード長時代のハンターであるリデルを演じた、ルパート・グレーブスは、モファットの作品である BBC のテレビドラマ、シャーロックで、グレッグレストレード警部役を演じていた。デイビッド・ブラッドリーは、本作のメインの悪役ソロモンとして配役された。 ウィリアムズはソロモン役のデイビット・ブラッドリーと映画ハリー・ポッターシリーズで共演していた。ソロモンは長い髪をした有名なナイトクラブのオーナーがモデルとなっており、チブナルは彼を半分はビジネスマン、半分はソマリ族の海賊だと表現した。後にブラッドリーはドクターー50周年記念ドキュメンタリードラマア,ンアドベンチャーインスペースタイムで 初代ドクターのウィリアム・ハートネル役を演じ、2017年、クリスマススペシャル、戦場と二人のドクターでも、初代ドクター役で出演することになる。ソロモンの召使いロボット二体の声は、コメディコンビ、ミッチェルウェイップが担当し、エグゼクティブプロデューサーのキャロライン・スキナーは、この配役を完璧だと評価した。本作でサイルリアンのブレイタルを演じた、リチャード・ホープは、冷血と、 ドクター最後の日で同じくサイルリアンのマロケ役を演じていた。恐竜たちの船と次話情け無用の街は第7シリーズで最初に制作されたエピソードであり、監督はサウルメッツスタインが担当した。彼がドクター風にクレジットされたのは初めてのことであった。本作では番組史上最大のセットの一つが使用されたほか、 エンジンルームのシーンは2012年2月下旬にベール・オブ・クラモーガンのサダンザウンビーチで撮影された。このビーチは永遠の別れと旅の終わりでバットウルフイとして使用され、天使の時間、肉体と石では惑星アルファバメトラクシスの海岸として使用された。制作チームは効果とセットを計画する際にシリーズの予算を気にかけなくてはならなかった。チブナルは 本作は300万ポンドを軽く簡単に消費するだろうが、そんな予算はないとコメントしており、そのため恐竜はエピソードの中心から外され、チブナルは他の大きなストーリーラインを提示しなくてはならなくなった。エイミーとリデルとネフェルティティがティラノサウルスにつまずくシーンはもともと CGI のラプトルが登場していたが、その費用を高くつくため当該シーンは大幅に削られる。 こととなった。ミレニアム FX は彼らがデザインした展示物の未成熟ティラノサウルスを使うことでシーンを実現した。本作では複数の人気恐竜が登場し、初めから制作されたものもあれば CGI のものもあった。トリケラトップスに乗っている時にスミスは肩パッドを装着しなくてはならず、当時の撮影を痛い2時間だった。やる価値は 間違いなくあったけどねと振り返った。スミスとダービル及びウィリアムズが乗った時、トリケラトップスは大半分が実際に制作されて、スタッフが押して動かしていた。トリケラトップスの残りの部分はザ・ミルによる CGI で撮影された。また、本作に登場するラプトルは ITV で放送されていた、古生物を題材とする SF ドラマ、 プライミーバルに登場するラプトルの CEG モデルをザ・ミルが流用したものである。タイトルシークエンスのドクター風のロゴは恐竜の皮膚のテクスチャが採用されており、第7シリーズ前半のロゴの多様化を引き継いでいる。本作の支援クリップ映像は2012年のコミコンインターナショナルで公開された。テレビでは二千十二年九月八日にイギリスの BBC1 で初放送され、 同日にアメリカ合衆国では BBC アメリカで放送された。日本では放送されていないが2013年11月23日からドクターフーの第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信がフールーで順次開始され恐竜たちの船は2014年に配信された。イギリスでの東野の視聴者数は550万人でタイムシフト視聴者を加算した。 最終合計値は757万人に達した。BBC i プレイヤーでは9月に180万リクエストを受け、ダーレク収容所に次いで2番目に高い記録を残した。アプリシエーションインデックスは87を記録した。恐竜たちの船は一般に批評家から肯定的にデビューされたが、数名の否定派もいた。ガーディアン氏のダン・マーティンは楽しいエピソードであると表現し、 予算のかかりそうな外見のセットと、恐竜、エイミーとローリーの活用、ギャングのコンセプトを称賛した。彼は、本作がタイトルだけで薄っぺらだと認めたものの、ドクター風で最も面白い第2話であると考えた。しかし、暗い側面を強調した点については、全てを台無しにしかねないと批判した。同様に、イオキューのチャーリー・ジェーン・アンダーズは、本作を長年見てきた。 ドクター風の中で最も記憶に残る楽しいエピソードであると評価し、ドクターとポンド夫妻の距離が徐々に広がりつつあることと、ドクターが認知されていないという第7シリーズの定期的なテーマを指摘した。ラジオタイムズの批評家、パトリック・マルケーンは完璧に実現した CGI の恐竜がインベージョン・オブ・ザ・ダイナソーズで見られた恐竜たちを生産したと喜んだ。また、彼は、 ブラッドリーのソロモンと以前のシリーズで見られたような人間ではなく、サイルリアンにより建造された箱舟の新鮮なひねりを称賛した。ザ・ AV クラブのケース・フィップスは本作に B 評価を与え、典型的ではあるがよく実行されていると述べた。マーティンと違い、彼は本作の暗い雰囲気を楽しんだ。ザ・コンサルティングデテクティブのウィルバーバー・テイラーは、 本作が良質な CGI と遥かに良いテンポのストーリーが混ざっていて恐竜たちの船にはその結末まで釘付きになると評価した。SFX のデーブ・ゴールダーは本作に4つ星を与え警備でふわっとしていてバカバカしくたまにプロともきしむしかしすごく面白いと語った。彼はゲストキャラクターがコメディというよりもむしろまっすぐだったと称賛し 恐竜の効果を絶賛し、サイルリアンというひねりについても連続性を豊かにしていると述べた。しかし、彼はティーザーのテンポがあまりにも早すぎ、ネフェルティティは当たり障りのないものだったと感じ、ドクターが大物ハンターとの友情を持つことはありそうにないと綴った。イグンのマットリズレイは恐竜たちの船を10点満点で7点と評価し、本作は 脚本や哀愁に対し何の賞も得られないだろうが、気まぐれに、家族友人に勧める程度には成功していると述べた。彼はブライアンを絶賛した一方で、リデルを批判し、必要な時に都合よく、プロットに関与しただけだったと述べた。また、彼は、銀河ヒッチハイクガイドに登場する、うつ病ロボットの、マービンらしさを書く、口論するロボットを好まなかった。しかし、 インデペンデント誌のニーラ、デブナスはギャングを機に、入り、キャラクターそれぞれに欠点や背景があり、コンパニオンが増えることで番組に多様性を与えている、と述べた。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーはさらに賛否両論の批評をしており、本作に星5つのうち3つ星をつけた。 彼は本作を遥かに詰め込みすぎだと述べ、ディデルとネフェルティティが一次元的であり、プロットでうまく使われていなかったと批判した。また、彼はロボットを批判したほか、ドクターがソロモンを見殺しにした点には、あまりにも現実離れしすぎているかもしれないとコメントした。しかし、彼は主役3人とブライアンを称賛し、そしてエイミーとローリーを使って、 さきの展開の予兆を見せている点を絶賛した。デイリーテレグラフのギャビン・フラーはさらに否定的で、星5つのうちわずか2つ星しかつけなかった。彼は最終的にややめちゃくちゃだったと表現し、ユーモラスでまっすぐな正気でないヤングの不安な混在と、邪悪なソロモンの物語との間のコントラストを神経に触ると批判した。また、フラーは恐竜が、 メインプロットに対する余興に過ぎなかったと指摘した。彼は、モーガンと同様、終盤のドクターの行動が、視聴者の間で不安を呼ぶだろうと感じた。日本語版 DVD は2015年2月6日に、ドクターフーュー・ジェネレーション DVD ボックス2に同梱されて、発売された。ありがとうございます。